今日の、カップ麺はですね、マルちゃんの日本で売ってた品がアメリカで買えたんですけど、日系マーケットですね。マルちゃんの天ぷらそばという品ですね。はい、のど越しの良いそば、かつお昆布だしのすっきりつゆと書いてありますね。塩分 30%。ましたね。はい、で後乗せのこのつゆはですね、かつお醤油のだしでしたね。かつお醤油、かつお風味の香りのする醤油でしたね。後乗せ、まあ醤油の味を引き立つように、作ってたような感じのだしでしたね。まあ、なかなかですね、これは、三つ輪で、今日、サンタモニカ店の三つ輪で、99セントで売ってたんですね。はい。なかなかいった具が乗って、うまそうですね。ちょっと食べてみましょう。はい。それでは、まあまあうまいですね。美味しい。どん兵衛に似たような感じだな。どん兵衛に近いですね。どん兵衛のそばに味が。スープ。はいはい。かつおだしですね。はい。